はい、お疲れ様です。今日も生きた証を残すべくお話しさせていただきます。ただいま時間は21年7月13日23時1分でございます。これね、1ヶ月以上前にですね、買ったスニーカーでございます。買ってから開けてなかったんですね。なのでちょっとこちらをね、開けてみたいと思います。エアマックス95ですね。エアマックス95のなんかね、日本限定のモデルですね。こんな感じで、まあちょっとド派手なエアマックスですよ。まあ40代のおじさん、これ履いて外には出れないかなと、まあ鑑賞用に買いました。私ね、このエアマックス95っていうのはやっぱね、特別な愛着がありまして、私高校生の頃めちゃくちゃ流行って、まあ、全然買えなかったんですね。もう95なんて絶対買えなくて、でまあそっからですね、なんとか探し回って手に入れたのが96、あのゼブラカラーのやつですね。まあそっからですね、スニーカーダダハマりしてですね、フットスケープとかエアワームとか買ったんですが、今や全部加水分解であの世に行ってしまったというような状態です。なのでこの95を見るとですね、つい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 集めてしまうというですね、そんなおじさんでございます。すごいですね、この30年近く経っても色褪せないこのデザインっていうのがたまらないですね。謎のバンドもついてますね。これね、バンドがこう、まあ、ソールはこんな感じですね。真っ白、ちょっと透明というか透明かかった感じですね。はい、というわけでね、今日はちょっと前に買ったスニーカーのご紹介というところです。以上となります。ありがとうございました。